ヘンドリック・カシミール2世、または、ハインリヒカジミール2世は、ナッサウディーツ公、フリースラント州、フロー人間ンン州、ドレンテ州の総督。現在のオランダ王家の直接の子孫である。ナッサウディーツ公、ウィレム・フレデリックとその妻で、オラニエ公、フレデリック・ヘンドリックの娘であるアルベルティーネ、アグネスの間の一人息子として生まれた。1664年に、父が、 不慮の事故で亡くなると、わずか7歳で、フリースラント、フロー人間、ドレンテの3州の総督職を受け継いだが、国政は母親が接政として取り行った。6歳年上のいとこで、ホラント州総督のウィレム3世に関しては、幼い頃から母親に、優秀なウィレム3世を模範とするように言われ続けた、性で劣等感を持ち、心よく思っていなかった。 1677年、ヘンドリック・カシミール2世は、落馬事故にあった後、ウィレム3世の軍隊を離れている。彼は結婚後は、ウィレム3世と親しく関わるようになり、ウィレム3世2687年に誕生した、息子、ヨハン・ウィレム・フリーゾーの洗礼の大父になってもらった。翌1688年、ヘンドリック・カシミール2世は、ウィレム3世による、 イングランド出兵に参加し、1689年には、ネーデルラント連邦共和国の元帥に就任したが、間もなくその職を退いた。病気がちで、母の死ぬ2ヶ月前に39歳で亡くなった。ウィレム3世が1702年に、子供のないまま死ぬと、息子のヨハン・ウィレム・フリーゾが、オラニエ行為を引き継いだ。これにより、ウィレム1世沈黙公の弟のナスサウディレンブルク、 白亜六世の直径である、ナッサウ・ディーツケが、オラニエ・ナッサウ家を称することになった。1683年11月26日に、デッサウにおいて、おばのヘンリエッテ・カタリーナとその夫のアンハルト・デッサウ公ヨハンゲオルク二世の間の娘で10枚にあたる、ヘンリエッテ・アマーリエと結婚し、マニック人の史上を設けた。ありがとうございます。